小5の時の性教育の授業で、小学生同士で行為に及び妊娠させてしまう避妊の大切さを問う内容のドラマを視聴することになり、前の方の席だった僕と、隣の席の女の子、伝道師の市木さんは、後ろの人が見えやすいように、机の下に横並びで座ってみることに。ドラマ自体が、まあ、直接的な表現を避けている作りのため、性知識の全くなかった僕は何が起こっているか全然わからず退屈して、ふと横を見ると、顔を紅潮させて、少し息の荒くなっている市木さんが、妊婦姿の女の子の映った画面を指差し、エッチしたんだよ、あの子。と、小声で耳打ちしてくれました。具体的なことこそわからないものの、あの子は、やっちゃいけないことをやったんだ、と理解し、それを見て興奮している市木さんに、ものすごく興奮し、その時に人生で初めて勃起しました。ドラマが終わって、席を元の位置に戻す段になり、股間の異変で立ち上がれない僕を察し、市木さんが椅子を寄せてくれて、這うように腰掛けると、よかったもんね、と、笑顔でまた耳打ちし、その日は次の授業が終わるまで立ち上がれなかったことを思い出します。ありがとう、市木さん。今でもたまにおかずにしています。すごい文章ですね。